ではここで、今朝3時8分ごろに発生しました胆振地方中東部の地震についてお伝えします。では地震について振り返りたいと思います。午前3時8分ごろですけれども、胆振地方中東部を震源とする地震がありました。最大震度は6強です。安平町で震度6強、そして千歳市で震度6弱を観測しました。北海道内で震度6強を観測するのは観測開始1923年の開始以来初めてということになります。初めての揺れ、強い揺れということになりました。でまたマグニチュード 6.7 という大変規模の大きな地震にもなります。北海道内で起きた内陸を震源とする地震としては過去最大級です。こちら1923年以降の北海道内陸を震源とする地震のリストですけれども、最近では2013年2月2日に十勝地方南部を震源とする震度5強の地震があったんですけれども、このようにですね、深さ100キロを超える地震というのが比較的多くなっています。特に十勝地方ですと日高山脈付近などそういったところで深い地震として起きるパターンが多いんですけれども、今回は震源の深さが40キロ、その上でマグニチュード 6.7 となります。でまた震源の深さが浅い地震、しかも地震の規模が大きいとなりますと余震が増える傾向があります。これまでに起きている余震の回数ですけれども、3時8分の地震の後1時間にだいたい7回から9回ぐらい起きています。その中で最大だったのが3時23分と6時11分に起きた震度4の地震となります。でその後ですけれども、震度1から2ぐらいの地震というのがここ1日間ぐらいは多くなっていまして、震度3あるいは4といった地震はしばらく起きていない状況なんですけれども、依然として余震回数、余震活動は活発な状況が続いています。震度の余震の分布を見てみますと、こちら気象庁が解析した3時50分までの震源になります。最初の大きな地震、こちらマグニチュード 6.7 の地震でした。その後震源の北側あるいは南側で、そういった地震が分布していることがわかります。このように余震が起きているエリアを囲んだこういったところがいわゆる震源域となります。最初の地震で岩盤が壊れたエリアということになるんですけれども、今回の地震の震源域に近い場所にこのように青く表現されていますが、石狩低地東縁断層帯というのが伸びています。特に今回に関しては石狩低地東縁断層帯南部に近い場所で起きたということになります。で今後なんですけれども、こちら石狩低地東縁断層帯の方に震源が広がっていくことがないか、あるいは地震が多く起きないかといったところがポイントになってきます。今のところはそういった兆候は見られないんですけれども、今後石狩低地東縁断層帯に波及した場合、この断層帯では最大でマグニチュード 7.7 程度の大きな地震が想定されている場所にもなりますので、さらに大きな地震につながらないかといったところが一つポイントになってきます。今回の地震の特徴なんですけれども、気象庁の解析によります震源の構造、そちらを見てみたいと思います。はい、こちら CMT 界セントロイドモーメントテンソル界というそういった解析手法になるんですけれども、こちらを見ますと今回の地震東西方向に圧縮軸を持ちます。逆断層ということになります。逆断層というのは何かというふうに申しますと、このように両側から地殻の中に応力、つまり力がかかった場合にずれる、そういった動きをするものなんですけれども、逆断層ということは地面が片方が盛り上がって片方が下がるというそういった変化になります。北海道の場合、海の沖合を震源とする地震、例えば2003年の十勝沖地震ですとか、1993年の北海道南西沖地震、そういったものでマグニチュード7クラスないしは8クラスの逆断層型の地震というのは数多く起きているんですけれども、今回のように内陸を震源とするマグニチュード 6.7、そういったタイプの大きな地震となりますと、過去最大級ということになります。
今回の地震、地震の規模が非常に大きかったというのが一つ特徴にあります。大体の余震活動の目安としては、最初の地震のマグニチュードから1をマイナスした、つまり今回の地震ですとマグニチュード 5.7 前後というのが最大余震としてのセオリーということになります。今現在起きた最大余震はマグニチュード 5.4 になります。となりますと、さらに大きな余震が起こることが予想されます。もしマグニチュード 5.7 前後というのが余震として起きますと、震源に近いところでは震度6クラス、震度6弱ないし6強といった激しい揺れが再び起きることが予想されます。引き続き今後の地震に関して、活動に関して十分な警戒が必要です。でまた熊本地震のようにならないか、これが一つポイントになってきます。熊本地震の後は、地震、最初の地震マグニチュード 6.5 だったんですけれども、その後にマグニチュード6クラス前半の地震が立て続けに起きた、そういった特性を持っていました。今回の地震についても、セオリーを上回るようなマグニチュード6クラスの余震ないしは地震ということが起きた場合、今後さらに大きな地震につながる可能性がありますので、引き続き余震の活動、地震の活動を見ていく必要があるというふうに見ています。以上ですね、午前3時8分に起きました地震の情報についてお伝えしました。